こんにちは、みえこです。今日はね、布選びを中心とした動画を作りたいと思ったので作りました。作品はこれですよ。お散歩にね、持って行ってもいいですし、ポーチに使ってもいいですよ。それでは作りましょうね。まずは 3.5 センチ幅の布用意します。あとは小さいはぎで用意してくださいね。大好きな布を選びます。小さいものとか選んでくださいね。それを 6.5 センチ ×6.5 センチにカットします。そしてこの 3.5 センチ幅の布とセットにします。それが一つのパターンですよ。ね、色選ぶときにこうやって並べて見たり、こんな風に上から見て考えていますよ。どの布もこれ合いそうだなと思って今合わせています。で、この赤のドットの布と合わせます。次はこれね、小さくてなかなか他のパターンで使えなかったんですけど、この辺全部、この布たちは全部セットにすると良さそうですね。で、結果このブルーの、スカイブルーの布に合わせました。そしてこれですね、これ好きなんですけどなかなか使ってなかったので今回使います。ベースの色はオレンジ色なんですよ。緑はよく合いますね。この色がね、ちょっと面白いなと思ったのでこれと合わせます。次ね、このピンクの花模様の布です。これはね、赤のストライプの布と合わせようと思ってます。で、ストライプの布は縦の方向にカットしたり横にカットしたりできるのでとてもいい仕事しますよ。次これね、これもう残り少ないこれだけしかないんですけど、ここカットしましたよ。そしてこの斜めストライプの布と合わせました。念のためいろんな布と合わせてみます。どれも良いセットになりそうですね。ですが斜めストライプの布がお気に入りになりました。続いてこの時計の模様の布ですね。これ切る場所によって雰囲気変わるのでこういった布もいいですよ。少し大きい布の上に乗せるとバランスがよくわかります。念のためいろんな布と合わせてみます。やっぱり最初に合わせた布が良さそうです。続いてこれね、以前使った布ですが、これもカットする部分によって雰囲気変わるのでこれね、グリーンの布に合わせます。幅の広い布に合わせるとバランスがよくわかります。続いてこれね、文字の布ですがベースがグリーンです。で、この布茶色によく
合うと思っていて、でね、こんな組み合わせもなかなか良さそうだなと思ってます。次ね、ブルーの布にお花模様ですね。この部分使います。そしてこの模様がね、ボーダーの模様がね、可愛いんですよ。で、このドットの部分を切りました。このセットで合わせて使いたいと思います。次にキルト綿カットします。接着しないところに縫います。このように布を合わせて、周囲にこの布を縫います。縫い代は7ミリですよ。最初に布を合わせておくと、あとはミシンでささっと縫えるので簡単です。で、こういう布が足りないときは真ん中で縫いつないだりしています。中心ね、縫ってますよ。で、パターンね、18枚必要です。これで3つずつ縫いますよ。縫い代は7ミリね。キルト綿の端を縫います。そしたらこの2段を縫います。こんな感じね。次に裏布を用意します。縫い代ね、2.5 センチぐらい必要です。ファスナーつけるんですけど、この中心ね、ここは1センチぐらい縫い代で大丈夫です。ここ中心ね、ここね、1センチで大丈夫ですよ。そしたら中心を合わせてもう一度縫います。で、縫うのはキルト綿の端ですよ。この6枚合わせたものもここね、端縫います。次にプレスして裏布を接着します。こんな感じね。次、ミシンでステッチしました。ステッチの糸は赤使いました。で、縫い代に重ならないところにステッチしました。
そうするとステッチがきれいに見えます。はい、ステッチ完了です。次にファスナーつけます。フリースタイルのファスナーは長さ気にしなくていいので便利ですよね。ちょっと色を変えて縫います。今回のファスナーつけは金具の部分が全部見えるように縫ってありますよ。そしたらこれね、ちょっと多めにカットしてジッパーを入れます。次にこれね、ショルダーの紐をつける布を作ります。布の端に残っているキルト綿をこのように入れてミシンで3回縫いましたね。そしたらこれを半分にしてタブを2つに折ります。長さは自分で調整してくださいね。裏布を片側だけカットします。トップと同じ大きさにカットします。タブをここに挟んで仮止めします。ミシンの針が折れてしまいそうなので縫うときは気をつけてくださいね。ここね、手縫いで縫ってもいいですよ。仮止めですからね。そしたらこのように重ねて周囲を縫います。その後布の端隠しますよ。ファスナーの横から縫い始めて縫いますよ。縫い代7ミリですよ。で、家庭用のミシンはファスナーの金具の部分で針折れそうになるので金具の部分は飛んでくださいね。そしたら縫い代をきれいに2センチぐらいに揃えて裏布で隠します。でファスナーの部分は縫わずに後で手縫いで縫いますよ。これね、表側の部分ね、これ穴開いてる、そこは裏布の残り布を使って隠してくださいね。次にミシンで縫うときに縫い残した部分も手縫いで縫いましたよ。
はい、できました。そしたら表に返します。このカバンの使い方なんですけど、まずはお好みの紐、ショルダー紐つけます。短い、物入れます。重みで2つのポケットが安定します。はい、こんな感じね。で、これね、蓋、フラップとして使いたいときはこっち側に折ります。裏側から出し入れていきます。フラップとして使うときはスナップボタンつけると使いやすいですよ。今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またねー。